い、どうも。都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。今回はですね、前回怖い絵のお話しさせていただきましたので、コメント会でございます。はい。まあ、その作品、変わった作品もそうなんですけれども、その作品にかける熱い思いみたいなね、ちょっと異常な熱量みたいな、そんなのをちょっとね、募集したんですけれども、うん、結構面白いのが集まっていまして、はい。はい。今回ちょっとそれを紹介させていただきます。お願いします。まずは1件目でございます。恵子さんです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。怖い絵展に友達の画家と行ったので生で見ましたが、人がすごくてちゃんと見られなかったので嬉しいですと。うん。異常な作品といえば名前がわからないので曖昧ですが、うん、海外のアーティストさん、かっこ女性が机の上に筆や羽などのいろいろな道具を置いて何人かの前で、うん、どうぞ私を自由にしてくださいっていうアートをされたそうですと。どうぞ。はじめは抱きしめられたり、うん、こちょこちょとまあこそばされたり、うん、優しいいたずらだけでしたが、だんだんと暴力的になっていき、うん、彼女は身ぐるみを剥がされ、うん、さらには机の上には弾が込められた拳銃もあり、うん、命の危険を感じたスタッフは、うん、あ、このアートを終了させたそうです。へー、人体実験じゃない？もう、もはや。近いですよね。もうね。アートっていうか。みんなでアート作っていこうっていう、うん、自分が作品になったというか、まあまあそうだね、ものですよね、うん。いや、かなりすごい。何を見たかったのかね、その人は。結果ね。人間のなんかそういう、うん、どういう反応するかとかを多分見たかったんじゃないのかな。どうなったら自分の中で満足いく、ね、成功というかね、ものなのかなって思いますよね。でもそれさえも分かってないのがいいんだろうね。多分、偶発的に、はい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 。なんかアートってその場でってやるじゃん。ね、うん。なんそういうことなのかなって。僕はあれ認めてないですからね。ね、あの、絵の具をぶちかましたようなだけの。いやいや、ベチャーってかけただけのような。いや、すごい額で売られてるらしいですよ、あれ。わかりますよ。だけど俺は認めてないからね、あれは。なんやわからん。なんかジーパンとかにもバシャーってやってるのいっぱいあったけどね、昔。もうバシャーかけて、下になんかもっともらしいタイトルつけるじゃん。そうそうそうね、未来とかさ。未来かなんかわかる。続いていきましょう。はい、続いてです。わこわこさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。とある美大の卒業展に行った時にあった作品ですと、うん、人毛をびっちり植え付けたエリアがありました。植え付けた、うん、うん。作者の女の子の無駄毛だったか、その彼氏のシゲだったか思い出せませんが、うん、異常なエリアでした。エリアって何なの？どういうこと？すごくね。だからエリアというか、まあ、だから床とかに、もうびっしり植え付けてんじゃん。ね、その、うん、自分の多分スペースがあるじゃん。そうそうそう。スペースがね、うん。そこの自分のエリアを全部、毛をびっしり埋めたってことなのかな？綺麗でしょう。それは。それはすごいね。いや、すごいですよね。髪の毛のなんか、あれありましたよね。博物館みたいな。あったくそんな。髪の毛博物館つって、みんながなんか髪の毛切ってそこに置いていくみたいなあったじゃないですか。気持ち悪い博物館があって、海外なんですけど、うん、はい、それに似たような、うん。次行きましょう。次はですね、LM さんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、すでにご存知かもしれませんが、うん、明治時代に花沼正吉という方が、彼女とか、まあ、好きな女性に送るために作った彫刻が、作品に対する熱量を超えて狂気に満ちていて非常に怖いと思いますっていうね、うん、花沼正吉さんなんですけれども、これ知ってますか？花沼正吉さん。花沼正吉さん結構ね、僕実はあの目をもうつけてまして、うん、1800年代なんですけど、うん、まあ、アメリカに渡りまして彫刻とかいろいろ作ってたんですよ、うん、そしたら体壊しちゃってね、うん、結核になっちゃったんですよ、うん、そしたら当時もう治す術がないからもう余命いくらですって言われたんですよ、うん、あの最悪やって言って、うん、ただやっぱり自分が残したものを最後に作りたいなって言って作り出したのが自分と同じ、要はクローンみたいな銅像なんですよ、うん、等身大の、うん、うん、それはありそうじゃない、発揮し、まあなんかやりそうだなって思うよ、うん、なんですけど、うん、彼がすごいところが、うん、自分の髪の毛を抜いて植えたりとか、うんうんうん、自分の歯を抜いて入れたりとか、あ、一部をそう、そっちにこうコピーじゃないけど、そうなんですよ、するんだ。だから自分の分身みたいなものを作ったんですよ。うん、それで作り終えて、うん、やった、出来上がったって言って、自分の彼女ですよ、うん、メアリーだったかな、うん、その、まあ、外国人の彼女に、うん、じゃあこれ俺の分身だから、うん、俺が死んだとしてもこれを僕やと思って、うん、落ち込まないでねって送ったんですよ。うん、そしたら君悪いって言われて、うん、受け取らないで、うん、メアリーさんが行方不明になったっていう。なんでよ、メアリーがなんで行方不明なの？だからその人の元から逃げたってこと、逃げちゃって、でも誰も連絡つかないし探しても見つからなかったっていう、相当気持ち悪いんだっていうね。それの行き場所どうなんだろうね。博物館です。博物館にアメリカのね。で、熱量がねすごかったのか、うん、もうほんまにもっ
って数ヶ月ですとかって言われたのに、うん、10年来たんですよね。あ、そっから浅沼、そう。じゃあ、やらなきゃよかったね。で、それがこれです。うわー、リアル。ね。これ、彼ね。これも本物ですからね。気持ちは。本物。うん。そう、髪の毛とかがあってことでしょ？そう、歯もね。うん、うん。眼球も入れようと思ったらしいんですけど、うん、眼球はちょっとダメだったみたいで、うん、義眼を入れてるみたいですね。あ、そうなんだ。うん、へぇー。そうそう、もうなくなると思ってたから、ちょっとこういうの作ってみたっていう。結構なすごい。てか、その10年間きついよね。できてから歯もねえし、髪もねえ、まあね、状態でってことでしょ。当時だから、ちゃんとした入れ歯もないでしょうし。ねえ。ねえ。すごいっすよ。やんなきゃよかったって思ったんじゃないかなって思って。いや、でも、アーティストって、やるぜ。やるかな。うん。ちょっとやっぱ変だもん。うん。うん。っていうのがありました。はい。で、続いてです。ゴー、柴田さんです。はい。はい、ありがとうございます。番組前回の黒目の人の目撃コメントを読んでいただいて、ありがとうございますと。はい。今回の募集に再び反応しまして書き込みますと。はい、ありがとうございます。映画監督ですよね。ねえ、なんか。郷柴田さんってね。普通に読んでたけどね。はい。映画監督ですよね。うん。そうですよね。僕らの番組成長しました。映画監督と見てますよ、皆さん。コメントいただけるようになりましたから。そうです、そうです。はい、はい、いきましょう。1999年に大阪芸大映像学科映画コースの卒業制作で作った映画ですと。もう間違いないですね。ね、はい。22歳の時に作りました。うん、75分の16ミリフィルム映画、タイトルは NN891102 と言いますと。うん。内容は1945年8月9日午前11時2分に、うん、当時5歳の少年が防空壕で爆音を録音し、その後60歳までの55年間を原爆の爆音再生に人生を費やすというお話。へえ、うんうん。映画制作に2年かけまして、当時の自分の熱量はどこかあっち側の世界に両手両足使って息をして生きていたような。自分で書いていて恥ずかしいけれども正直な思い出はありまして、今の私は45歳ですが、この都市ボーイズさんの番組会の募集に参加できるかなと感じ書き込みました。で、ご覧になっていただきたく映画の予告編といいますかダイジェストを添付しますと、うん、なんでその僕が前回やった怖い絵展のね、はいはい、いろいろな話させていただきましたけれど、そっちの方のコメント欄に、うん、ございますので、概要欄にも載せますし、まあ、ぜひぜひちょっと気になったらですね、うん、そちらもチェックいただければなと思います。うん、はい、で、僕見させていただいたんですけど、うん、大学生の卒業制作とは思えないほどの、うん、クオリティだとか。クオリティでしたよ、うん。すごい綺麗で、なんか面白かったですね。4分5分なんで大変そうなんでね、うんうん。なんですけど、やっぱ、映画監督になる人ってこんな感じなんだなって思って、20いくつであれ思いつかないよ。安野さんもすごかったって言うもんね。安野さんもすごい。ね、車のね、ガシャーン、大天才だったって、ガシャーンってやつとかね、うん、ウルトラマンのやつとかね、そうそう、やっぱああいうのすごいなと思いますよ。ね、抜け出るんだろうね、そういう、そうそうそう、ね、みんなそういうの目指してる中でもやっぱ抜け出るんだろうな。うん、僕らも抜け出てたもんな。俺らの学校のレベルが超低いから。マジで素人でもあんまり面白くないレベルの人たちが集まるような、ね、うん、浅瀬で溺れてたから、ね、あいつら、そうそうそう、僕らは足ついてましたけど、ちゃんと浅瀬で溺れてたから彼らは、うん、だからクラスではあんま面白くない方じゃないみたいなのが多かったような学校なんで、そうそうそう、全然、そうそうそう、全然です。でもまあ飛び抜けてはいましたよ、僕らはね。目立ってはいまして、はい、っていうものでございます。はい、では続いてラストでございます。としましとさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。下津様、林様、こんばんは。オカルトサラリーマンのとしましとと申します。なんだよ、オカルトサラリーマン。オカルトサラリーマンですよ。オカルトのサラリーマンじゃん。あんの、そんなの。あるかないかわかんないよ。彼が名乗ってるんだから。まあ、なんかあんのかな、内容聞けばわかんないな。オカルトのサラリーマンですよ。うん、以前の、まあ、としみなき音源の方ですね。はい、お便り会にて、葬儀屋という仕事についてメール読んでいただきありがとうございました。はい、ありがとうございます、うん。今回のテーマについて、私の父が芸大卒であり、うん、話をたくさん聞いていたので投稿させていただきます。はいはいはい。作品がね、つらつらとここから書かれております。紹介していきます。うん、作品名、自分自身。うん。なんだろう。すごいですよ。うん。芸大では普通の大学でいうところの卒業論文ではなく、うん、卒業制作という形式で、うん、各々が作品を作り上げていたのですが、はいはいはい、父の友人 A はですね、うん、自分自身というタイトルで、自分の排泄物を体に塗りたくった状態で、うん、
65キャンパス、かっこ130センチから97センチに張り付いて、うん、人間魚拓のごとく自分自身の姿を排泄物で映し出し卒業制作としたそうです。当然のことながら、当時友人 A が暮らしていたアパートでは異臭騒動となり、うん、大家さんにかなりきつく怒られたみたいです。友人 A は無事卒業したとのこと。うわー、すごい人糞宅ってことね。人糞、まあまあ確かにどんだけ美人でも、うん、どんだけ優れた人間でも、うん、体切ったらそれはうんこまみれですから、うん、切ったらっていうか切り開いたら ね、まあ、まあね、この下半身だけうんこまみれですから、まあ、その人にとっての自分自身の象徴が、うん、そうそう、まあ人糞だったってことね。だから要は、内面みたいなもの、自分自身ってね、うん、だからそういうものが欲しかったじゃないですか。なんかね、着飾れない部分を出したいとか、そうだわ。みんな同じですから、ね、中身なんて。ああ、蓋開けりゃ一緒、うん、みんなクソだと。あなた、花のこと蓋って呼んでるタイプ怖いですね、あなた。言ってないです。これはもう、大いに。はい。はい。わかりますよ。これはアーティストとして認めるってことですね。これいいじゃないですか、面白いですね。うん、はいはい。2番目。うん。松本丸代のブロンズ像。うん。まあ、わかりますよね。アイウェイのノッカーが入りますよ。うん、この丸の中にね、うん。友人 B は熱烈な松本丸代のファンだったらしく、はい、これもまた卒業制作とって、等身大の松本丸代ブロンズ像を制作。うん、しかも全裸。やっぱ。父が見てもかなり精巧にできていたらしく、リアルにね、うん。友人 B はそれを使って色々と下水ことをしていたようです。はぁ。かっこおよそ40年前の話ですから、当時ダッチワイフなんてものがあったのでしょうか。あるのはあるかもしれない、まあね、ブロンズ像を学校へと持っていく際にさすがに全裸ではかわいそうだということから、うん、パンティー博士投稿。うわやば。無事周りの女子たちにソース感を食らったようです無事なんだ、ね、父曰く友人 A も B も周りからしたら奇人変人に見えるかもしれませんが、うん、彼ら自身は自分を特別な人間だとは思っておらず、だって普通なんだよとのことですと。はあ、以上長文となり申し訳ありません。暑い日がついておりますが、どうかお体にお気をつけくださいとのことです、うん、以上です。どうですか松本丸よ、ね、松本、その像もやっぱ、うん、16歳の頃をモデルにしてるのかね。そのまんまの状態だね。うん、ああ、確かにね。歌ってる時はね。一番そのね、綺麗な。いい時っつうか、うん、いい時って言い方あれだけど。まあ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 ね。うん、だからすごいですよ。引っかかりそうよね、いろいろなとこに。そうね。当時は緩いのかな。そもそもさ、うん、そんな結構なんか、その運行にしてもさ、うん、松本丸よさんにしてもさ、うん、もう卒業はできるんですね。制作として出せば。いや、まあ、そりゃそうでしょ。うん、これもダメって言ったら、うん、アートのさ、あれが、可能性を切っちゃうじゃん。あれなのかな、それとも、いや、これわからんって言ったら、下に見られるかなと思って。うん、ああ、うん。先生がね。やっぱ理解できるほどの大きな器で持ってないと、ね、うん、なんか芸術ってね、うん、何が当たるかわかんないし、うんうん、だからそういう風に広く見て、やっぱ先生分かってくれるんだっていうのを出したかったんかなって思うね。まあね、うん、うん、まあもうそうね。あとはもう犯罪者予備軍としてマークするとか、そういうことしかできないと思うんですけど ね、うん。まあまあ面白いですよ。でね、ちょっと僕がね、うん、学生時代に、うん、要は自由研究っていうものがあってね。あるさね。自由研究でちょっとね、うん、面白いものを今思っても。面白いなって思うものを作ったんですよ。うん、当時ですよ、うん。サイダー飲んだら、うん、骨が溶けるなんて言われたじゃないですか。ね、かなりね、うん、強く言われたんですけれども、カルシウムが溶けますよってのがあったんですけれども、うん、それをちょっとね、僕調べるために、うん、チキンをね、買って食べて、うん、骨残るじゃないですか。うん、骨をコーラ、うん、三ツ矢サイダーとか、いろいろなサイダー類ね、いろいろわーっと用意しました。その中に骨入れて、うん、どれの溶けが一番早いかっていうのやったんですよ。自由研究でね、出しまして。なんすっごい臭くなっちゃって、それも。うん、まあまあ、持っていけなかったんですよ。うん、あと、考えてなかったんですけど、うん、その水分のまま持ってなきゃいけないじゃないですか。うんうん、溶けたのね。うん、そうだね。それ持っていき方わかんなくって、当日かな、全捨てして、うん、父親に夜作ってもらって、うん、自由研究。で、出したんですよ。うん。そしたら賞取ったっていう。なんだよ、それ。ちゃんとしたの作ったんだよ。しかも父親も。作ってくれたんじゃないかな。まだコメント書き込む前の話ですね。ね、はい。キムさんなんか。僕ね、覚えてんのは、一個だけあって、うん、はい、絵画描いたんですよ、絵画というか。絵を描いた。絵描いて。何の絵描いた？で目玉の化け物の目玉の中にちっちゃい目玉がいっぱい連なって奥に行っていくみたいな、マトリョーシカみたいな、なんていうの、奥に行っ
で、はいはいはい、目の中見るとまたちっちゃい目玉があるみたいな。目比べみたいな感じで、妖怪のね。そうそうそう。みたいな。で、面白いな、それ。すっげえ気持ち悪いなって今思うと、飾ってあるんだけど。なんて言われたの、それ。いや、なんかさらっと触れない感じに。なんか、確かに、犯罪者にさ、絵描かしたらむちゃくちゃ絵描くじゃん。いいね、真っ赤で塗ってくるとか、それに近いものを描いたんじゃない、先生は。あ、この子ダメだって。なんかね、自由ってなんでそれを選んだのかが自分でちょっと不思議だなと思って。うん、自由でもルールはあるからね、ちゃんとね。そうそう、そのルール守らなきゃいけない。なんであなた逸脱してるから。みんな桜とか描いてたの。あ、そりゃそうよ。なんで俺あれを選んだかって今で思い出せないからね。っていうのはまあまあ、いろいろな。ああ、ちょっとね、熱量あるものと変わった作品と、ちょっと僕らのものも今回は紹介させていただきました。うん、はい、これ結構やっぱ興味あるわ、その人が、なんか、狂うもの。ああ、確かにね。すると僕らの動画これ作品なんで。まあまあまあね。ぜひぜひね、楽しんでいただければなと。多くの人が狂っていただければと思いますけれども。はい、以上です。ありがとうございました。